のんちゃんの関西弁イントネーショントークです。今日のおやつはミスドの新作お芋と栗のドーナツをいただきました。お芋のポンデリングは芋のクリームと芋けんぴの食感がよく、栗のドーナツは和栗のクリームたっぷりで満足感がありました。他にも秋の新作が出ていたので制覇したいですということです。あ、さつまいもドですね。ミスドじゃなくて芋ドってことですね。あ、今ミスドって言いましたけども、ミスドですよね。なんか関西の方はミスド、マクドみたいな、そうだからマクドだからミスドって言うんかみたいな。ね、あのどこかで話題になってるのをね見た気がするんですよね。毎度毎度は上がりますね。芋ドみたいな、ミスドみたいな。マクド、マクドだけは言わないですね。マックなんですよね。不思議ですけれども、芋ドということで、え、芋ドで合ってんのかな。だから芋ドだと下がってますよね。なんか独特でしたよね。ミスド、芋ド、芋ドか、芋ド、芋ドですね。うんうん、え、マイドか、あ、そっか、難しい、なんかドがつくシリーズ、あ、マイドか、マイドじゃなくてマイド、あ、あ、難しい、ドからこんな罠に引っかかると混乱してきましたけれども、あのミスドさんとかスターバックスさんとかもそうですけれども、あの季節ごとのねものが出るじゃないですか。あ、そうだ、ウードーナッツ、そう、なんかドーナッツ最近あったなって思って、なんだっけな、自分食べたっけなとかいろいろ思ったんですけど、昨日だ、昨日ドーナッツ食べてましたね。うん、ドーナッツブームですかね。来たよね、ドーナッツブーム、あの来たよね。来た来た。あのアイムドーナッツっていうすごい流行ったドーナツ屋さんがあったりとか、結構そうドーナツブームが来て、あのおしゃれなねタウンに街に結構新店舗が登場してたりしますけれども、美味しいですよね。しかも季節ごとの商品も出てたりしてね。あ、それだ、全部教えてもらってもう何にもついていけてない私。ね、ぜひ皆さんドーナツだったり季節のドーナツだったりね楽しんでください。あ、もう一枚、これもさっき言いましたけど、ミスドもそうだしスタバとかもねって言ったスターバックスさんから、宮城県仙台市泉区、リポーター名森のらっこさん、焼き芋香ばしカラメルフラペチーノを飲みました。カヌレ風チップの食感も楽しめましたということで、ねえ、スタバでもスタバもスタバですよね多分。え、違うか、なんか違うか、怪しいな。マクド、スタバ行こうや。え、言わないかな、なんか多分そうな気がする。あ、そうだね、リエナちゃんに聞こう。リエナちゃんにね、あのもうプロフェッショナル、関西弁プロフェッショナルですか。あ、そっか、そうだそうだ、スタバに精通しているスタバな気がするね。そんなスターバックスさんでも秋の新商品が出てるということで、あ、やっぱそうなんだ、スタバじゃないんだ、スタバだね。なんかあの関西弁ノリいいですよね。ノリがなんかよく聞こえるじゃないですか、会話しててもスタバ行こうってなんか落ちるよりもスタバ行こうやって言われた方がなんかこう明るく、なんかスタバで重い話でもあんのかなみたいなさ、よりもスタバでなんか和気あいあいと話そうよみたいな、なんかちょっとしたテンション感感じませんか。あんまわかんないか。そう、でもイントネーションってすごく大事だなってそう思うけど、そう言われたことがあんまないからね。わかる。そう、我々はねこう標準語圏で育ってると標準語でしか言われることないじゃないですか。最近はやっぱ文明発展してて YouTube があるんですよ。YouTube をやっぱ見る時間が増えたわけです。でいろんな海外の方の YouTube も見ましたし、あとはそれこそ関西弁でお話ししてる方の YouTube とかもあの目にするようになって、なんかすごくポップでいいなってノリが良くていいなって思いました。文明開化やな